ホンダ VFR、ホンダ VFR1200 回 VFR1200 回は、ホンダ技研工業が製造販売するオートバイである。本校では、姉妹車でアドベンチャータイプへ特化させた VFR1200X についても解説を行う。なお量モデルとも日本国内使用は2016年に生産終了が公表された。VFR の後継車種として開発された。 車体は、シリーズ伝統のアルミダイキャストフレーム並びに、肩持ちスイングアームを採用。また搭載されるエンジンは、同車並びに、市販二輪車としては、世界初のスロットルバイワイヤーを採用した、排気量 1236cc シリンダーバンク角76度となる SC63E 型水冷4ストローク4、バルブソヒック部型4気筒で、その出力は、シャフトドライブ駆動される。 ツアラーとしての性格を強めたモデルでフルカウルを装備。形式名エブル SC63。2010年3月5日に6速、マニュアルトランスミッションを搭載するモデルが同月18日より発売されることを発表した。さらに同年6月29日に二輪車として世界初のデュアルクラッチトランスミッションを搭載する VFR1200 回デュアルクラッチトランスミッションが 同年7月29日より発売されることを発表した。常実にモデルは2012年2月28日、同年3月2日発売で以下のマイナーチェンジを実施。VFR1200X1200 回をベースに同社のクロスオーバーコンセプトに基づいて開発、製造されたモデルである。2011年に形式名 SC70、社名、クロストアラーで、 輸出先輩モデルとして発売された日本国内では、m テックが2012年5月25日に、同年6月25日より VFR800X 無限と同様に同社が輸入指導車製スリップオンマフラーやオリジナルデカールを装着し、VFR1200X 無限及び DCT を搭載する VFR1200XD 無限として、 ドリーム店並びに無限テクニカルショップ限定で発売することを発表した。正規の日本使用者は2014年2月21日に DC-T 使用者のみが前後連動のコンバインド ABS ETC 車載機、グリップヒーターメインスタンドなどを標準装備する、形式名エブル SC70、社名 VFR1200X デュアルクラッチ、トランスミッションとして、 同年3月7日より発売することが発表された。ありがとうございます。